ビオランテ・ディ・モンフェラートは、東ローマ帝国皇帝アンドロニコス2世、パレオロゴスの二度目の皇后。別名、ヨランダ。ギリシア名では、エーレーネーパレオロギナ。カザーレ・モンフェラートで生まれる。父は、モンフェラート皇、グリエルモ7世、母は、カスティーラオーアルフォンソ10世の娘ベアトリス。1284年、アンドロニコス2世の後添えとして結婚。名前を、 英霊霊に解明する。英霊霊の成果はかつてテッサロニキ王国を支配していたモンフェラート効果のボニファーチョ一世の子孫であり、名目的ながら同王王国及びテッサロニキに対する相続権を請求していた。そのために彼女は夫アンドロニコステイに対し自分の息子に皇帝称号とともにテッサロニキを独立の帝国として与えるよう必要に要求したが、 これは無論拒否された。しかし彼女の息子たちは先生校に助せられて帝国各地の行政官を務めた。イタリアで実家のモンフェラート公家、アレラー・ミチケの男系がエーレーネーの弟ジョバンニの死で絶えると自分の次男テオドーロに公爵位を継がせた。エーレーネーとアンドロニコス2世の間には4個が生まれた。ありがとうございます。